愛媛県東温市松山市では、熟練技術者の不足や技術伝承の遅れという課題解消のため、ローカル 5G 環境を工場敷地内に構築し、 AI を用いた設備の異常検知や完成した部品の検品作業およびスマートグラスを用いた遠隔指導や作業支援の実証を行いました。